皆さんこんにちは、大分の高知親方です。今回はですね、ディーンの話題でございます。ディーンのファイクラブの解放誌デニムボリューム104届きました。ね、今回、まあ年に 3,4 回発行されているファンクラブイベント、今回は秋号ですね。まあメインがですね、夏に行ったサマーリロートライブ。まあ個人的にはちょっと悔しい思いでもありますけども、こちらの話題や、そばに関するですね、話題。もう池森さんもそば道ね、もうまっしぐらですから、非常にね、こう内容も面白くなっておりますので、まあ皆様にですね、まあ全部伝えるとそれはまたファンクラブだけの特権でございますので、お伝えしませんが、まあ簡単に出てる内容と、まあそれについて私なりの感想をご紹介いたします。まあ非常に個人的な内容ではございますが、少しでも多くの方にですね、ディーンのことを知っていただければという思いでご紹介いたします。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。まずはじめにサマーリゾートライブセブンスウェーブのご紹介です。まあ、毎年ですね、この夏の風物詩となっておりますサマーリゾートライブ、まあ、アコースティックメインのですね、曲をリゾート地で歌うというイベントでございます。今年は9月に神戸、そして横浜で軽井沢で行われました。以前もまあ何度も紹介しておりますが、本来であれば私は9月5日の神戸公演に参加予定でした。ただこのコロナ禍の影響でですね、まあちょっと移動が制限できると、まあチケット買ってて、ね、売り手もなく、もうちょっと残念ながら断念した思い出がありますけれども、まあそのですね、リゾートライブの、まあ思い、まあ、くしくもこの神戸公園のですね、様子が写真付きで載っております。ね、これ瀬取り見たらね、ほんとね、いい瀬取りなんですよ。行きたかったですね。そちら画面にもちょっとですね、書いておりますけれども、まあいつか僕の腕の中でですね、瞳そらさないでのカップリング曲ですし、とかね、あの3番目の君の心に帰りたい、これね、もう失恋した時に聞くとほんとしみるいい歌詞なんですよ。そしてですね、8番のですね、自転車レースかスマイルブルー日替わりなんですけれども、まあ、まさにどちらも夏歌という感じで、自転車レースはですね、沖縄で聞いたかなという感じですし、もうスマイルブルーがとにかく大好きで、以前にも紹介しましたが、のど自慢でも歌いましたし、ね、のど自慢で歌った時に池森さんが、お前頑張れよと言って、激励をしてくださった曲でございます。そして9番のセレブレートなんですが、くしくもですね、今、録音しております。2020年10月2日ですが、前の日に石原さとみさんがご結婚されました。この石原さとみさんはこのディーンのセレブレートという曲でですね、ミュージックビデオ、主役でございました。まさにしかもプロポーズされるですね、役でしたから、もうタイムリーな話題でございます。余談ですけど、石原さとみさんと私は同い年です。体格は全然違います。で、このアンコールにね、日替わりまた青い戦士たちと月光の同じさ。これもね、痺れる渋い曲、いい曲なんですよ。ね、個人的に青い戦士たちちょっとね、特に聴いてみたいですね。そして最後に、アンコール、ね、ブルーアイズ。このね、ブルーアイズもね、本当にいい曲で、オリジナルの曲のが大好きですね。本当のバンドスタイルで、そして女性のコーラスが入っているですね。こうやって見るとかなりいい悟りです、これ。まあ、ちろんこのまま君だけを映え咲いたりとか、翼を広げて、君がいない夏、ありますけども、今回珍しく一人じゃないが入ってないのがちょっと珍しいかなっていうぐらいですね。非常にまあ、これね、今行くと、いけたらよかったなというふうに思いますが、まあ、無事に開催できて本当におめでとうございます。次のコーナーがですね、ディーン池森秀一そばマフィアへの道ということで、もうね、とにかくね、もう年中1年か365日ほとんどですね、そばを食べていらっしゃる池森秀一先生ですね、がまあ、例えばマツコの知らない世界に登場されたりですね、そしていろんなまた長野のテレビ番組出演された時の様子ご紹介されました。で、先日ですね、噂のお客様という番組ですね、にもね、ご出演されて、もうそうね、池森そばマシンが出たほど、この二八そばのですね、もうほんと、この波打った感じなど、この感触をですね、すべて、池森さんプロデュースされて、それを作る機会もできたということで、本当にね、こう池森さん、まあ、ミュージシャンとしてもそうですし、もうそばの名人、そばマフィアということでですね、もう新たな境地をもう数年前から開いております。もうね、ぜひ皆さん、池森さんのですね、歌もそうですし、そばについてもですね、
そばにいるだけで歌いも今年リリースされましたけども、ぜひですね、注目していただければと思います。余談ですけど、その噂のお客様で、紹介してました信州そば二八そばですが、もう私も頼もうと思ったらもう予約いっぱいでしたね。次入荷12月ぐらいということでですね、非常にやっぱテレビの効果もすごいですし、もう池森さんのこれまでのご人徳もあらんことでしょう。食べたい、今はうどんの時期だけど私はあなたのそばが好き。最後にですね、池森秀一さん、そしてリーダー山根浩二さんのそれぞれのソロのページがございます。もう池森さんいつものようにですね、筆文字でポエムを書いてまして、まあ、このコロナ禍のですね、中でのメッセージですね、やはりそのまあ、ね、どういう種をまくかというのが大事。悪いことを思えば悪い種をまいたらその結果も出てくるし、ね、良いこと、前向きなことを考えてその種をまけば前向きな結果が出るんだよということで励まされる、ポエムでございます。で、山根さんはですね、いつも通り自己中心的写真館ということで、過去のですね、いろんなやっぱ写真が出てます。ボビー・バレンタイン監督や、チャンカワイさんとかですね、大の字さん、で、そして、節子の部屋にね、出られた時にも、の写真などもございます。ほんとね、いろんなところでまた、D の皆さん活躍されておりますので、ね、これからも注目ですし、もっとね、個人的にはテレビ、ラジオ、出ていただきたいなというふうに思います。ということでですね、今回はデニム104号2020年の秋号をご紹介いたしました。ディンの活動はですね、もちろん音楽活動もそうですし、そばとかね、いろんな活動も始まっております。でも、これからもですね、皆さん、ディンの皆さん、ほんと爽やかで、大人なね、50越して大人な渋いディンもありますし、結構バラエティ向きなですね、面もありますので、どうか、ですね、お付き合いのほどよろしくお願いします。で、そんな中最後に一つ、ディーンライブジョイブレイク23ですね、開催決定いたしました。ね、こちらですね、2021年の1月から、2月にかけて、主にですね、ゼップシリーズ、東京、宮城、福岡、愛知、大阪で行われます。私もですね、今度福岡公演行こうと思うんですが、なんか金曜日にですね、行われているということで、福岡は金曜1本のみです。大阪も金曜1本のみですけどね。日程もありますけども、コロナが落ち着いてですね、どうか、新しいですね、また、どうかディーンの皆さんに会えるようにということを願っておりますので、こちらもね、ラブジョイ、もしね、行ける方、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタンもお待ちしております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。